千種区の名古屋大学でも今朝、マスク姿の受験生たちが静かに試験会場に入っていきました。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、例年見られる予備校関係者らによる激励は今回は自粛が求められました。試験監督の前にはアクリル板が設置され、初日の今日は地理歴史公民や国語外国語の試験が行われています。地下鉄だとそのコロナの不安もあるので、ちょっと親にお願いして、はい、車で来ました。形式が結構変わっているんで、まあ、不安もあるんですけど、まあ、実力が発揮できるように頑張りたいと思います。緊急事態宣言とか休校とかで例年よりも厳しい状況なんですけど、今までやってきたことを精一杯出そうと思います。同じく緊急事態宣言が出される中での会場となった岐阜県高山市の県立飛騨高校では、雪だるまが受験生を出迎えました。大学入学共通テストは明日まで続き、東海3県でおよそ5万3000人が試験に臨みます。